ルスタート。オス競馬やろうと思います。9月11日昨日の終わりで残高23,950円です。残りで、今から川崎の6レースをやります。こちらも全7頭です。で、私はこちら5の大のサムソンに単勝で2000円やってます。まあ、いいかなと思って買ったらどんどんオッズが下がってきてて、今 4. 点何倍までいってるんで、逆にこれ買ったらめっちゃラッキーだなと思っております。私は3連単5から、行きましたね。はい、まあ300円やら200円やら500円やらかけて、トータルでいくらいったんだっけ。2200円か、4200円。また地方競馬で約5000円もかけちゃって、5来なかったら終わるよ。終わりだね。でもこれちょっと5来たら熱いよ。で、私が多分最終が 4.8 倍までいったよ。お、なんで1万、1万ぐらいで3連単がもし当たったら、当たったらだよ、一発逆転。うん、夢あるね。当たればね、夢ありますけども。当たればね。あ、てか、あ、そうって感じなんだけど、3番が1番人気で 2.3 倍、1番が2番人気で 2.4 倍、分かってきたね。で、1と3が圧倒的人気になっちゃいましたね。うん、楽しみですが、いや、こういうのがね、当たるといいよね。5が来てほしい。5来てほしいね。5が、とにかく5、とにかく5が来てほしいね。大のサムソン、大のサムソンで1、3来そうだよね、普通にね。そう、まあ、私は思ったんだけどさ、この1番人気、2番人気こっちには入れないんだ。入れない、1、3入れないんだ、うん、いや、もうなんか入れてもいいけど100円ぐらいしかかけれんから。100円当たって、37倍とかだったら3700円でしょ。負けるよりかはいいよ。だったらもう絞って。負けるよりかはいいよ、そっちの方が。当たるってことはとても大事なことですからね。23950から2000円を引きまして2200円を引きまして、もし負けたらですよ、19750円。うわ、2万切る。ついに2万切ります。やば、2万切る瀬戸際のレースでございます。やばい ね、当てたいね。当てたいね。単勝5さえ来てくれれば、単勝5が来ればだいぶ気持ち楽になりますけどね。うん、そんな方良くなかった。まあ、ギリギリでオッズ変わるのは地方競馬あるあるなんで何ともですけど、それにしても下がったなっていうイメージですけどね。なんだろうね、1と3が急に上がってきた、ね、急に上がって、まあ、1と3がよく見えたってことなのかな、きっと。あ、横向いとる、5、ダメダメ、まっすぐ向いて、まっすぐ向いて、集中して、集中しろ、5、前向いて、前向いて、はいはい、5集中して、はいはい、はい、スタート。どう、あ、まあまあまあ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいと思いますけど。なんかがものすごい勢いでいってんね。 7か。ああ。笠松から来たまで。ああ、そうだね。4と6が4と6が下がってるね。やばいな。ああ。何がいってんのあれは。4、6下がったか。4、かなり可能性減ったよ、俺の3連単。あ、そうか。4と6がなくなったらね。1と3と7が全部競ってるね、同じぐらい。めちゃくちゃいいレースじゃん。で、2と5が後ろにつけてる感じ。あ、でも上がってきたよ、6も4も。もうあんまり差ないじゃん、そんな。5。ああ、これ、仕掛けろ。これ曲がってから最後の伸びだな、もう。1がいってるね。うん。ちょっとなんか、後ろに、あ、後ろに、あ、5が上がってきた。7がわざと下がったのか待ってるのかどっちなんだろう。わあ、でも1と3がやっぱ行くね。行くね。5がギリギリついていけてるかなぐらいの、この曲がっ、うわー、1、3か。曲がってのここからだな。伸びろ、伸びてほしい。あ、伸びんかな。え、でもこの1と3が競ってるから、ここを5が抜けば、あ、5、1、3だね。5が抜けばいいと思う。5が抜けばいいと思う。あ、いや、無理か、3か。抜け。あともうちょい、5抜け。ああ。うわ。3、5、1。うわ、惜しかったね。いてー。なんか、
ここぐらいの差だったね今。首差？これぐらいの差だった。でもこれ大本命じゃない？これぐらいの差だよ。こんな感じ。こうもうちょっと首が長かったらこう言っとけば勝てたかもしれない。悲しいよ私は今とても。うわ。ちょっともう一回見よう。惜しいよね。ここから追い上げて、いいね、いい感じ。ここでこう行って、こう。うわー、首一つ分ですね。首差だね。もうちょっと首が長ければね、いけたかもしれないね。2番人気がいったってことですね。2番人気、3番人気がまあまあどうしようもないね。まあでも、1、2、3番人気またこれあるでしょ。そう、もうしょうもない、ガチガチな、当たっててもしょうがないね。これが、まあ副賞で買ったところどうしようもないしね。まあもう3だねって思えなかったところがダメってことだよね。でも3、でも5、まあ惜しいレースで悪くなかったんだけど、まあ負けたからね。でもどっちにしても負けてますよ。負けちゃったね。まあ、そっか、19,750円、やばい、残りやばいね、本当にやばいね、うん、ちょっとこれ心のどっかで当たるかなと思ってたんだよね。やばいな。7落ちてったんだね、笠松の馬。そうだね、最初のスタートダッシュ良かったけど、まあ割と昨日の川崎といい今日の川崎といい硬いっすね、結構人気馬がね。だったら1番人気、2番人気、3番人気の3連複とかに5000円とか突っ込んだ方が賢いんだろうね、きっとね。4倍とかだよ、3連複だったら馬単行った方がいい。あーまあね、うん、馬単1000円ずつみたいな感じ。まあちょっと買い方もあれですけど、負けました、ね、当たらなかったですね、とりあえず、はい、やばい、あと19,750円。まずさ、3万円にしない？まず3万円にしない？減ってる19,750円を3万円にしようっていうの次回やりましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。